もし、非科学ということに興味を持つ方がいたら、まあもちろんたくさん本を読む、いろんな情報を吸収する、それと同時に、まあ数学とか、科学、化学、生物学、まあそういったことを積極的に勉強されると、自分の興味が引く疑問っていうものが出てくるのではないかなというふうに思います。